来ました。来た？来たね。これ来たね。来たね、これ。来ました？来たー。あー、びっくりしたー。もう、できないかと思ったよ。声うるさくない？大丈夫。あー、暑い。変な汗かいちゃったよ。シャワーしてきたのに。おはようございます。お疲れ様です。はい、本日も、こんばんは。そう、マイク接続しないといけないんで忘れてた。マイクをね、こことここのマイクを接続すればマイクが、繋がるということで、ちょっとマイクもね、次回からちょっと接続できるようにしたいなと思います。ちょっとね、まだまだ慣れない点がいっぱいあるんですけども、楽しんでいきましょう。ちょっと配信のね、画質がまだ悪いかもしれないんですけど、大丈夫かな。設定、うん、やっぱ悪いですね、画質。あ、なんでこんな悪いんだろうか。まあいっか、とりあえず、はい、これでトラッキングが OK なので OK です。ふう、もう、めいこさん、あ、めいこさん、あの、今日の朝、スパチャくださった方は皆さんここにまだ残してありますんで、ご安心ください。本当に朝すいませんでした。もうね、バセったね。シェフから、シェフっていうかスーシェフですね、2番目のシェフからご連絡をいただいた時はもう焦りました。もう終わったと思いましたね。めいこちゃん、ありがとう。2回目になってます、今日は。はい、早速1発目から2回目のスパチャということになってますんで、ご安心ください。配信はちょっと朝のトラブル配信はね、消えてますけども、別に あれを残しといてもね、ちょっと申し訳ない感じになってくんで、本当にすいませんでした。こんばんは、こんばんは。というわけで、YouTube ライブもやっていきましょう。あ、インスタだった。インスタライブもやっていきましょう。暑いね、今日も。お、あすこさん、おかえりー。ワンパック、ワンパックポーちゃん。もやもやして、早退したわ。キュンです。ありがとうございます。ワンパックです。キュンです、あすこさんは。あすこさん、2回目。ありがとうございます。ありがとうございます。うたばたですね、忙しいのはいいこと。ありがとうございます。のっこさん、ほんと忙しいことはいいことですよね、マジで。朝は遅刻したの。朝はね、遅刻しましたね。ほんとに、すいませんでした。びっくりした。マミさん、ココンお疲れ様。さっきお家に帰ってきたよ。朝のハプニングのおかげで夜もコウ君に会えて嬉しい。明日は休みながらガスパチを作りながら乾杯したいな。今日も、今夜も楽しもう。ありがとうございます。そして、キヨコさん。コウ君、今日は忙しい中ありがとう。忙しくないんだけどね、もう自分で忙しくしてた。本当に申し訳ないです。自分から忙しくしてました。嫌な予感がするな、これ。なんか、充電がなくなるんじゃないかって勢いなんですけど、大丈夫かな？なったりしない？大丈夫？心配になっちゃうな、これ。あ、かずみさん、まゆみさん、ありがとうございます。これね、なんかね、充電なくなりそうで怖いな。まみさん、きよこさん、ありがとうございます。まみさんも2回目。いや、ほんと申し訳ない。朝から配信できるようになったら、割と、まみさんときよこさん。きよこさん、ありがとうございます。こんばんは。ひよこさん、ありがとうございます。そして、かずみさん、こうくん、疲れてませんか？あまり無理しないでください。かずみさん、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと休憩した方がいいかなと思います。なんか、もう、ちょっとね、突っ走りすぎてるかなと思います。まゆみさん、ありがとうございます。こうくん、仕事終わってから整体に行って、あら、整体に行って、でちょっと疲れが取れます。疲れが取れました。今日も仕事。明日も仕事頑張ろう。頑張りましょう。一緒に頑張ろう。もうすぐ頭から抜けてくる。まゆみさん。ゆみさん、ありがとうございます。そして、あすかさん、こうくん、今日はいろいろお疲れ様でした。そして、配信してくれてありがとう。たまにはゆっくり休んで、ほんとそうだね。ちょっとね、たまにはゆっくり休んだ方がいいのかな。配信ない日作ってもいいのかな。あすかさん、あすかさんで。
あすかさん2回目なんだっけ。あすかさん3回目。もうあすかちゃんごめんね、今日朝からバタバタしてて。よいしょ、あすかさん、あすかさん、オッケー、ありがとうございます。クイさん、コウ君お疲れ様です、9時からハードな仕事が始まるので、え、違う、明日からかハードな仕事が始まるので、コウ君のパワー注意して頑張るよ。いつもありがとうね、こちらこそ。ありがとうございます、ありがとうございます。シェフ何やってるの？今からガスパチョ作りますそう、今日はガスパチョ配信です。10人見てるこれ、すごいね。クイさん、ありがとうございました。そしてクイさんの名前は、今日は、ね、ふいちゃん、ふいさん。そしてエリさん、こんばんは、お仕事お疲れ様です、忙しいのにありがとう、無理しないでね、これからの時期にぴったりなガスパチョ楽しみです。エリちゃん、ありがとうございます。ガスパチョみんな知ってる？そもそもガスパチョ、スペイン料理だっけ、ガスパチョって。なんだっけ、フランス料理、フランス料理でもなんかね、ちょっといろいろ、多分ね、フランス料理だと思うんだけど。マリさん、コウ君、今週は、諦めてたのに会えて嬉しい、明日4時に起き、寝坊しない、お待ちかけて。起きろ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 明日起きてくださいね、皆さん。あの寝坊だったらすぐ寝るように。マリさん、夜更かしは禁物でございます。おっぱーおっぱー。しのさん、コウ君、皆さん、こんばんは、やっとゆっくり参加です。明日も4時起き、早起き、みんな朝が早いにゃ、朝が早いにゃ。しのさん、ありがとうございます。しのさん、でも今日はね、もうガスパチョを作りたいんです、どうしても。スペインっぽい、スペインっぽいかな、ガスパチョ。あ、TikTok の CM、ゆけいさん見た？ありがとう。CM 出演おめでとう。au ペイの時計、ゴールドかピンク迷ってます。ピンク可愛かったな、でも。あれ、ゴールドもね、華やかでいいけど、ピンクが可愛かったな。女性っぽい色合いですよね。そう、ありがとうございます、ゆけいさん。ゆけいちゃん、一回目か、なんか朝も名前見た気がしたけど、気のせいですね、ゆう。さん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、インドネシア出身、ありがとうございます、インドネシア。マイサルースピーピパッドヨー MMRRSU Are you cute? Thank you。 ガスパチョって何？ガスパチョってね、トマトを使ったあの冷たいスープですね。そうそうそう、やっぱ、あ、ユキさん、ありがとう。スペイン料理の冷たいスープ、やっぱそうだよね、うん、スペインだね。でもね、フランス料理でも結構アスパチョ、フランス料理店でも出してましたね、僕は。アスパさん、コウ君お、おー、びっくりした。アスパさん、コウ君お疲れ様。休むと、休むことも仕事の一つだよ。大事にして、ほんと。ありがとう、アチポよ。ありがとう、みんな優しい。ほんと、僕のフォロワーさんみんな優しい。アチポよ。アスパさん、もしかして2回目？大丈夫だね。お、ナナナちゃん。コウ君、アーカイブ、残りたくて、同じこと言って言うよ。昨日の au ペン仕事帰りであんまりコメント来たけど、ごめんね。あ、そうそうそう、言ってくれた、ありがとうね。ごめんねだよ。そんなならなにコウ君が、ブラウンのカラー選んでくれて、そうそう、あの配信シャサッと来た時にね、たまたま読めてね、はい、何度も読まれて考えてくれる。ごめん、息が止まりそうなキュンキュン。ピンクちゃんって職場で言われてるくらい小物とかピンク多めな女だから、コウ君さすがだね。ありがとうございます、ありがとうございます。ナナちゃん2回目だ。そうだ、朝、そうだ、ごめんね、ナナちゃん、ありがとうございます。今日はね、ワンちゃん消えそう、いないで、よっしゃー。さーてと、ちょっとね、お、リーフさん、コウ君お帰り、お疲れのはずなのに配信してくれてありがとう、会えて嬉しいよ。僕も嬉しいです、皆さんに癒されてます、本当に。はい、インスタグラムの皆さんもこんばんは、お風呂上がりのコウです。お風呂上がりですけど、皆さんゆっくりしてってください。もう本当にあんまり頑張ろうとかそういうのちょっと夜なんで、あの、ゆるくやらせていただきます。お願いだから配信消えないでくれって思ってます。ちょっと BGM は小さいの、あ、今フェードアウトしたの、これぐらいかな、ちょっと落ち着いて。
キイコさん、コウくん CM 出演おめでとう。コウくんの活躍とっても嬉しいよ。ありがとうございます、キイコさん。CM 嬉しいよね。僕のお父さんがね、aupay、昨日の夜ね、aupay 見てたら、お父さんが LINE くれて、あ、こう、なんか LINE、お前 aupay じゃなくて、お前 CM 出とるって言われて、あ、出とるかもかなって言ったら、いや、昨日 aupay 見とったら、テレビで出とって、何やら見たことあるかもやな、思ったら、こうやった。って言って、言った。そう。ありがとうございます。ひいこちゃん、ありがとう。そして、アイシンクッキーさん、コウくん本当にお疲れ様です。これで、これ終わったら、今日はゆっくり休んで、ありがとう。今日はね、早く寝ます。本当に早く出る。明日の朝もね、配信やろうかなと思ってますんで。なぁちょっとね、なんかね、こんな感じ筋肉痛になりそうな感じがするんだよね。そう。今日ね、ちょっとね、お腹満たすからさ、筋トレしたんですよ。頑張ろうと思って。そしたらそれがね、筋肉痛になってくれたら嬉しいな。アイシンクッキーさん、ありがとう。そして、みーちゃん。みーちゃん、コウくん、こんばんみー、お疲れ。お、どうした？すごい、コメント今日も出る。こんばんみー、お疲れちゃん。休みも大事だよ。エスパニョール。面白いな、ほんとに。癒されるわ。エスパニョール、みーちゃん。迎えに来た？迎えに来た？ピーポー迎えに来た？というわけで、お父さんちゃんと気づいてくれて、ほんと。だいたいね、だいたいお母さんがこういうの気づくんですよ、一番最初。今日はね、お父さんが気づいた。珍しい。お父さん、すごーい。お腹に聞いてたね、機械が聞いてたっていうよりは、僕の筋トレが聞いてたね。あのビリビリじゃなくて、あのビリビリは、ビリビリはするんですよ。ほんとに。ビリビリしてて、それのビリビリに対しての、顔のさ、ビリビリやったもんないみんな。あ、そうか。僕さ、あれだ、小顔のマッサージの、なんだっけ、薩摩骨格矯正、骨格矯正いってるんですよ。骨格矯正のこの筋肉の、この、ほぐしてくれるマッサージ機。そう、あれが似てる。この筋肉に効く感じが、ウィンウィンウィン。で、それに反発する感じで、筋肉がこう動くって感じ。だからそれプラスやっぱり筋トレしないとあれはあんなチョコレートみたいなマッチョになんないから絶対そんなもうつけてるだけでマッチョになったら誰も苦労せん僕ずっとつけとるわそうそうそうシックスパック明日シックスパック明日はシックスパックそうそうそう私は日本語青センキューゼイ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 コウくんお風呂上がりなのにかっこいい肌きれい本当最近ね、ダメなんだ昨日ね、タップしたけど。コウくん、骨格矯正してるよ。僕、骨格矯正。そう、渋谷の、薩摩骨格矯正っていうところでやってます。めぐみん、めぐみさん。我が名はめぐみん。それは違うね。コウくん、皆さんこんばんは。ガスパチョ知らなかった。冷製スープ、これからの季節にぴったりですね。今日もお疲れ様です、めぐみさん。お疲れ様です。ありがとうございます。すごいね、なんか今日めっちゃ来てない何人来てんのめぐみん、今日待って、すごい、ちょっとめっちゃボード書かなきゃいけないじゃん。めぐみさん、ありがとうございます。ゆきー、夜になったから見れる。夜になったから見れる。ありがとう。大変嬉しいよ。毎日ありがとう。でも、たまに休んで、本当ありがとうございます。ちょっとね、たまに休まないとね、またね、今日みたいなミスを起こす可能性があるからね。まあ、別に配信というよりは、僕のシンプルなミスなんですよね。もうポンコツすぎて。ダメだね。ほんと、毎日寝る前に明日のスケジュールを確認する。で、起きてまず確認、スケジュール確認する。これは日課にしようって思った、今日。まだね、レストランだったらよかったけどね、ドラマの撮影とかだとね、もう絶対行けんことになるからね。オーディションとかだとね、絶対行けんことになる。気をつけようと思います。みんなも優しいから許してくれたけどね。そんな現場は許してくれないからね。ユッキーさんありがとうございます。夜になったか見えた。あ、そう、ユッキーちゃん。ゆかりさん、今日、コウくん今日は、忙しい中、ほんと忙しくないんだけどね、ほんとごめんね。
たくさん会えて嬉しいよ、毎日ありがとうございます。これからもありがとうございます。ゆかりさん。ゆかりさんも。あ、ありがとうございます。そして、お、何奈々ちゃん。今日お仕事ハードだったから朝あのあと、一切チラ見もできなくてピエンだったけど AUP のために頑張れたよ。メイクの直しの時にコウ君のインスタグラムの TikTok の CM 出るよーって見て号泣したの。ありがとうございます。 CM メタメタテレビで、探しまくって絶対テレビ で見かけない。ありがとうございます。見かけたらねぜひカメラで押さえとってさあ皆さんコメントたくさんありがとうございます、スケジュール確認大事ね。そう、八甲さん、ほんとそう、気をつけます。ちょっと喉が痛い、喋りすぎた。ナナちゃん、ありがとう。ナナちゃんよし、OK! あ、うるさかった、ごめん。はい、それではだってコーヒーもさ入れたまんまでさ入れちゃったんだよね仕事。それではですね、何飲もうかな、レモンサワー飲もうかな、ちょっとだけレモンサワー飲みたいね今日。レモンサワーで、はい、こちらですね。僕のこのお酒飲むときに欠かせないこの粉、魔法の粉ですね。デキストリンでございます。難消化性デキストリンでございます。こちらを入れます。本当にね、これをさ、本当はスプーン一杯とかでいいんだけどさ、僕一杯出ちゃう。味が変わらないっていうのが本当に良くて、そう、ついついこれめっちゃ入れちゃうんだよ。乾杯するために何か持ってくる、ありがとう。ようさん、ダンスコウくんの皆さん、こんばんみ。ダンスレッスンが終わって、今から帰宅、コウくんのライブに間に合った。ようさん、ありがとうございまーす。おかえり。りょうちゃんね、朝も。いや、朝の記憶がもうないからね、やばいね。朝何食べたっけ、僕。朝食べずに行ったのよ。朝食べずに行ったのよ。難消化性デキストリンとは何ぞやという話なんですけども、難消化デキストリンというのは、レタス4個分の食物繊維。熟した果物などに含まれている消化されにくい、水溶性食物繊維です。非遺伝子組み換えトウモロコシが原料でアレルゲン、GMO、添加物フリーです。はい。ですね、水溶性食物繊維は体の中で腸の働きをスムーズにし、不溶性食物繊維は便の量を増やして体内の不溶物を外に出す働きがあります。つまりですね、不溶物の食物繊維だから、にとして、便として体外に不要物を外に出してくれるという働きがある難消化性デキストリンでございます。これもね、手軽にアレルゲンとかね、グルテンとか添加物とかゼロなんでね、すごいおすすめです。これファンの方に教えてもらってっていうか、ファンの方にいただいてめちゃくちゃ愛用します。これね、僕もうちょっとなくなりそうなんだけど、飲みすぎじゃね毎日飲んでます、これ。そう、僕、だからこれ多分ね、リピートしますね、また。めっちゃこれいいから。本当にこれね、ごめんね、汚い話なんだけど、本当にこれ、便通が良くなる。そう。ハンドブレンダーどこですか？これはね、アイリス大山かな、これ。うん。そうです、アイリス大山ですね。うん。これめっちゃいい。かなり飲んでます。回し物かっていうぐらい紹介してるけど、全然シンプルにこれねいいですよ。朝すっきりする。今日は何入れないっぽいのかな、ゆきちゃん。でもよかな、トマトだから赤でしょ。あ、入れすぎた超色濃いじゃんこれ、絶対レモン濃いよ。
でっかい袋。そう、でっかい袋。だからね、僕ね、結構お水とかにも溶いたりして、味が変わんないからいいよと。ちょっとだけ甘い。ほんのちょっと甘い。それぐらいかな。これね、多分ね、僕ね、普通にね、友達にも紹介するレベルだと思う。やばい、眠気やばい、今日は寝ます。泉入さん、おやすみなさい。ありがとうね、おやすみ。全然さ、まだ、うわ、こうやってね、音でかい、大丈夫？ちょちょ、声がでかくない？ミント。すっかりこの、あ、やべ、なんか水かかれてる気がする。すっかりこの子はね、僕たちの家族。ミント。ミントちゃん。ミントちゃんも枯れてきてるね。ミント。デデデのやつ、デデデデ、あ、デキストリンのやつ飲みすぎても大丈夫なの？飲みすぎなくないんじゃない？わかんないけど、でもね、飲みすぎてもね、あの便と一緒にね、排出されちゃいそうだよね、うん、栄養価がほとんどないから、まあ、カロリーは多少あるけど、 100g あたり 141kcal だから、この粉 100g って結構な量になるからね。ようさん、こんばんみー、こんばんみー。そんなバカみたいに飲めないと思ってる。いただきます、乾杯。乾杯、サリュー。おお、オッケー、超うまい。今日はスパチャリ、ハニーさん、ありがとうございます。あれ、ハニーさん、今日、リーフ、あ、リーフ、リーフさん、リーフさん呼んだ、リーフさん呼んだ、ありがとうございます。見える？見えてるよね、スパチャ。結婚してください、アキラさん、ありがとうございます。結婚してくださいって言われちゃった。コウ君、何にでも混ぜていいの？そう、これね、何にでも混ぜていいのよ。そう、アツコさん、いい質問、それ。あのね、見て、これはね、なんだこれ、タケノコとかブロッコリーとかソースに混ぜたり、ポトフに混ぜたり、あとね、これ冷たい水にも溶けるのよ。これすごいよ、本当に。僕いつもね、あのリンゴ酢とかに溶かして、リンゴ酢の水に作って溶かしたりしてる。あとあったかいものには溶けやすい、コーヒーとかに溶けやすい。めちゃくちゃ便利。これみちょいいね、みちょ、みちょ美味しいよ。昔 au ペイでよくみちょ紹介してたな。というわけで、危ない、作る時間がなくなっちゃうと思う。今日は何を作るかというと、ガスパチョです。ガスパチョ、私は111のお水、何、711のお水って何、知らないんだけど、美味しいの、体にいいのか。今日はトマトとか赤いエプロンです。はい、レモン入れすぎたら大丈夫です。ちょっと濃いぐらいがちょうどいいんですよ。なんかまだ、ね、混ざってない。あ、レモンが下に溜まってそう。まだね、あの入れすたくさん入れるとね、溶けないところが出てくるんだけど、本当にね、スプーン一杯とかなんてすぐ溶ける。ちゃんと混ぜてあげないとね。セブンイレブンの水ね。なるほどね。どこで買えるの？え、どこで買えるんだろうこれ。わかんない。もらっちゃったからさ。
多分ネットで買えると思う。最後まで読んでよ。コウ君、今日の UPay ろくなコメントできへん。え、なんで？全然そんなことないよ、かおり。なんで？てかさ、最近 auPay すごいみんなコメント多いって褒めてくれるよ。プロデューサーのみんな、ディレクターさんだ、ディレクターさんのみんな褒めてくれる。みんなありがとうございます。みやこさん、ガスパチョ洗ったって言うと味違うの？ミキサーかけたらガスパチョになるとかない？あー、全然違いますね、洗ったって言うと、うん、まず入ってるものが違うから今から説明しますね。かおりんさん、ごめんね、CM 感動したわ、ほんまに本当に、嬉しかったんやから、配信は無理せんでお願い、配信ありがとう。スパチョ、ガスパチョだ、スパチャと間違えた、ガスパチョなんや、そう、ガスパチョなんやって話なんですけど、今ちょっと、ね、作るね。でデキストリーが AP に塗ってるよ、確かに。え、マジで、マジポールさん、すごい、さすがサーチャーですね。サーチャーかどうかは知らんけど歯綺麗、 Thank you。なんだっけ、何しようとしたか忘れちゃった。あ、そう、ガスパチョじゃなくて、あ、カオリン、カオリンだ、カオリン、カオリン、カオリン、あ、カオリン、ガスパチョ作るんだよ、今からみんな、ディレクターさん、ディレクターさん、あのカメラの後ろにいる人、カメラマンさんとか、あとその準備してくれてるスタッフさんですね。スタッフさんがすごいみんな褒めてて、ギタさんのコメントめちゃくちゃ多いですよね。最近超増えたって言ってました。スパチョとはスペインのですね、トマトを使った冷製スープでございます。今日はね、あの夜なんであんまりがっつりしたの作れないということで、ちょっと痩せないといけないからね、僕も。そうだから、あの早く作れてほしいですよね。30分間ずっと喋ってるの、使うのが、ティガンティガン、トマト、トマト、待って、店名が書いてある、店名が書いてある、どうする。今日はトマト使います。安っ、トマト150円ですね。フルーツトマト安いね。小麦粉入ってんだけど、そうでしょ、小麦粉入ってる、びっくりしちゃった今。洗わなきゃね、トマトはね。洗わなきゃ。トマトを何グラムかな。トメイロ、イエス、トメイロ。アメーラって今日ね、この量で、この量で150円で、しかもあの、なぜ安いかというと、こういう風に完熟してぷよぷよしてるからですね。でもこのぐらいのトマトが美味しいのよ。そうで、トマトのヘタを取りましょう。ガスパチョなんて作るわ、レストラン以来だわ。今からね、ガスパチョの美味しい時期になってくるんで、でトマト買う時もちょっと熟してるぐらいのトマトの方が美味しいです。手元お願いできますか確かに、何見せてる、何のために配信してんだろう。今日もお買い物上手なコウ君、そうでしょ、もうね、僕ね、自炊してないの破産してるから、外食してると破産してる。ちゃんと自炊です、自炊、自炊してるおかげで僕はもう、あの、楽しく生活できてると思うんですけど、よかった、料理学んどいて、ほんとに思う。あ、グラム使うかな。フルーツトマトがやっぱ美味しいですね。近くない？さっきの救急車。そこに止まってたの？
ガスパチョどこで作ったの？フレンチのレストランで作ったのよ。レストラン。よし、オッケー。トマト美味しい。トマト美味しいよね。大好き、ガスパチョ。ガスパチョめっちゃ好きなんだよ。自炊素晴らしいこと、本当自炊ね、よかった、ちゃんとね、ちゃんと、何、料理勉強して、自炊できるようになっといてよかった。手に食ってよかったね、本当そう。これもミニトマトですね。ミニトマトも甘いから今日は用意しました。トマトいろんな、種類あって好きなの見つけるの楽しい。楽しいよね。わかるわかる。アイコとかね。あと、なんだっけ、アイコってトマトだよね。アイコとか、あと何、アメーラとかね、美味しいよね。近くの時 100g95円、安い。トマト今日 400g 使います。はい、 400g のトマト。ちょっとこれはちょっとまた今度は違う料理とか、まだね若いから。トマトとキュウリ、カリクメリシャイダニチキュウリ、キュウリをちょっとメモしとかって分かんなくなっちゃいそうだね。見つけたのは一番欲しい、さあ明日も晴れるから、パプリカ花が咲いたら。パプリカです。はい、パプリカです。パプリカ使います。キュウリ、30g。皮むきましょう。花が咲いた、ざっくりでざっくり。晴れた空に種をまこう。きゅうりを 30g。みんなメモっといて。僕の苦手な玉ねぎ、苦手っていうか辛いのが食べれる。玉ねぎは好きなんだけど、辛い玉ねぎが好きなんだ。今日は BGM が流れてないからさ、寂しいんだよね。だから自分で歌っちゃうよね。歌っちゃうよね。包丁さばきが素敵。玉ねぎを1/4、1/4ですね。で、今日は玉ねぎ1/4もやるの、1/8。これ入れるとね、やっぱりね、玉ねぎ1/8、これを入れるとすごいね、やっぱドレッシングとかも、フレンチドレッシングって玉ねぎ入れるんですよ。なんで、玉ねぎ入れるとコクが出るっていうか、なんかね、辛みとかがちょうどよく、美味しくなります。なぜか美味しくなります。玉ねぎ1/8、大きめの。
初週でもいいよ。初週初週に怒られちゃうのかな。だってもいいよ。はい、玉ねぎを4分の1入りました。パプリカ、パプリカを、4分の1。パプリカ半分入れちゃおう。パプリカを入れるとね、なんかね、甘みと、あとピーマンのね、野菜の香りがすごい相性がいい。入れます。見えてる、見えてる。サンジ君覚えてる？サンジ好きだよ。いいえ、ブルチェンビル。サンジの味質問見たことある。いいえ、ブルチェンビル。あの、パプリカも皮むきますね。セロリ。育ち方に大きな違いから、好き嫌いはいられない。夏が好きだったり、セロリが好きだったりする。セロリです。セロリは何グラムかな。セロリ30グラム。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみるよ、少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと気になるさ。はい、 OK です。結構いい野菜が入りましたね。セロリもやっぱ香りが良くなりますね、入れると。野菜は全部入ったかな。うん、はい、ね、はい、ね、OK。そこに、お塩、二つまみぐらい、ちょっと入れましょう。マサヨシ、そうですね。ね、今日は僕は白バルサミコソース、ホワイトバルサミコ入れるんですけど、お酢とか、白ワインビネガーでもいいですね。白ワインビネガーの方が多分お手頃な価格であります。もしくはお酢、穀物でも小さじ1杯入れましょう。調理するって楽しいよ。もう料理が一番ね、一番料理がね、もうストレス発散。料理が何よりも多分ストレスが発散される。この包丁切ってる時とかさ、もう多分配信してるわ、こんなの。配信してなかったらもう死ぬ、もう顔がね、もうでも料理はしてる。キュウさん、こんばんは。気をつけて帰ってきてね。ビネガーある、ビネガーある。ビネガーはほとんど腐らないから。 OK。 で、これをしっかり塩でね、塩をしっかり揉んどくと水分が出て玉ねぎの辛みも なくなるし、なんかお野菜がよくなじみます。ミント、香り付けでミント2枚ぐらい入れましょう。なかったら入れなくてもいい。パセリの茎とかでもいい。パセリの茎、オッケー。こんな感じです。これでちょっとね、寝かせます。すると辛みがなくなって、よくなじみます、トマト。それではゆむきしていきましょう。なんでゆむき忘れたいの。ゆむきしていきたいと。ストレス発散が料理めっちゃわかる。本当、ね、たまにいるよね、そういう。誰だっけな、芸能人の方でも他にいらっしゃったら誰だっけ。チラッと聞いたことある。同じようなこと言ったかもしれない。
ゆっくりしていきましょう。まずパプリカ、パプリカちょっと時間かかるんでね、ゆっくり入れていきます。本当は氷水がいいんだけど、ちょっと氷がもったいないからやめましょう。寝かせるのは何分ですか？まあ10分ぐらいあればいいかな。その間に調理していくのはおすすめ。トマトから入れていきます。みんな音聞こえてる、こっちはね聞こえてる。コウ君 is adorable adorable thank you tan tanbi tanbi oh my god can some two ppl stop with this ridiculous question。難しい。役者の仕事も大事です。もちろん大事ですよ。料理用に氷作らない。料理用に氷ね、僕の家で氷作れないんだよね。冷蔵庫にそういう仕様じゃないんだよ。あ、いい感じ。トマトがパリッと割れたら冷水に戻します。キアさん、おやすみなさい。おやすみなさい。いつもありがとうございます。グッナイト。オープソーリーコールナイリオン、リオン、センキュー。 You are so cute タイプモニカノーバイスノービスモニカ、センキュー。すごい、今日たくさん来てる。センキューベルマッチ。ね、あのフルーツトマトはね、皮むくのがすごい大変なんで、あのフルーツトマトはちょっと長めに茹でましょう。皮がね薄いから、そうなの、皮むく大変なの。パプリカはなんで言うに、パプリカも皮むきます。皮むいた方がねすごいね、たくさん量が取れる。不思議だよね。お、プリがいい感じかな。全然全然パプリカ取れない。ヘイ。ちょっとまだ硬いかも。抜ければいい。野菜のマリネとか作るとき、パプリカの皮むくのが苦手、わかる、うん、でもね、結構生の野菜をやるときは、生の野菜をつけるときは、あのもう包丁でやっちゃったりするときは、そっちも楽だからね。オッケー。で、生のスープなので、結構ちゃんと洗ってあげたりとか、ちゃんとアルコール消毒とかしてあげて、まあ、2日ぐらい、3日かな、持って2日目だと一番美味しい。明日が美味しいんだよね。だからそう、パプリカ剥くの。ほう、ヒーコさんありがとうございます。ナイスリアクション。いつもと違う、いつもと音色が違う気がする。コウ君聞こえないや。コウ君、僕聞こえないですよ。みんなにしか聞こえない。音色が違う。あの音めっちゃ綺麗でしょ、いつも。そう、みんなの携帯に直接生に流し、配信に直接載せてる感じ、今日は。ココさんありがとう。ユキさん、ユキは梅酒飲んでもいいね。梅酒、梅酒好きだよ。悪霊、ま、やみさん、悪霊やみさん、かわいい。あなたのアイコンも可愛い。そう、猫ちゃん、猫ちゃんの黒い。赤色いいね。赤色綺麗だよね。夏っぽいよね。なんか結構お湯になってきたな。パプリカの皮剥いたことない。本当？まあ剥かなくても食べれるんだけどね。全然食べれます。だからあんまりね、なんか
剥くっていう習慣はないけど、結構レストランとかでやってるとやっぱやりますね。ちゃんとインライン音ないよ。そうだよ、インライン音ないですね。いつもはここで音楽流してるんですよ。ここでっていうか、この配信の中にね、音楽流してるんで、このカメラで音楽を撮って、インスタもそのこぼれた音楽を拾ってるって感じなんですけど、今日はカメラじゃなくて配信自体に音楽を載せてる感じなので、おそらく配信の画質もいいはず、そして音も綺麗なはず。違うね、あの曲ね、インスタの YouTube の曲がいい、音が綺麗なはず。予定ではね、全然綺麗じゃないよって言ったらもう少し。やばい、トマトがね、すごい柔らかいから。ほら、見事いっちゃうから。シソジュース、音綺麗だよ、綺麗だよ。コウ君の自身は無音だと、気分変わらんの？あ、でもちょっとやっぱね、気分変わる。気分っていうか、なんか雰囲気違うね、いつも配信が。めっちゃ向けにくいんだけど、アフリカ。てか、もうちょっと揺れるかな。ほら、こういう風に。イエイ！多少茹でるとね、剥きやすくなる。桃剥いてる感じ。たまにこうちぎれる感じで。わかる。桃剥くのってさ、気持ちいい時はさ、シューンっていくんやけどさ。いかん時はほんまにいかんよな。コウ君トマト缶でもできる。トマト缶はね、ちょっとね、甘みがないから美味しくないかもしれない。僕がフルーツトマトを買ってきた理由はそれです。トマト缶はやっぱり加熱用でできてるから、まあ、加熱しなくてもトマト缶はもちろん食べれるんだけど、もう水煮缶だから甘みがほとんどないです。すごい酸味が立つ。そうそう、音綺麗です。よかった、めぐみさん、ありがとう。パプリカ皮むくの至難の技。そう、わかるよ、このパプリカの皮むきの大変さ。でもね、これね、僕はね、気狂うぐらいやってた。パプリカのムースとかやってたんですよ、昔。ムースリスなんで。だからね、パプリカのムースやるときにね、パプリカ1ケース分皮むいたりしたの。みんなでこう、みんなって2、3人で、前菜のメンバーがそのね、綺麗に抜けますね。茹で過ぎちゃうと身も一緒にいっちゃうから気をつけてください。これ結構柔らかくてね、薄皮もいっちゃいそう。あと剥きやすくするのは氷につけるとめちゃくちゃ綺麗に見えます。氷水か。こんばんは。こんばんは。コウ君の声が美人負けて聞こえづらいときは、あら、ごめん、美人でかい、ありがとう、教えてくれて。結構僕のね音を小さくしてる、声を小さくしてるんですよ。もうちょっとマイク上げても大丈夫か。あ、これでも大丈夫。あ、それちょっと大きくした、ごめんね。なんせみんなの声がね、みんなの配信がどう見えてるかわかんないからさ。わかるんだけど、ごめんね、わかるんだけども綺麗に音が乗らないから、みんなには音聞こえてるけど僕には音が聞こえない。
もしここでみんなの音を聞くとハウっちゃうんだよね。そう、みんなのみんなに流れてる曲と自分が聴いてる曲をまた拾って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 を繰り返しちゃうんだよね。ハウリングの原理です、これが。自分の声をまたマイクが拾って、またスピーカーから出る音楽をまた拾ってっていうのを繰り返すとキーンっていくじゃん。それですね。それだけで食べたいよこれだけは美味しいよね。もうフルーツトマトだからね、絶品です。絶品じゃねえ、絶品ですよ。よく聞こえるようになった。ありがとうございます。最新です。コメントが前よりずれてる感じ。そう、そうだよね。前よりずれてる感じする。ラグがあるね、若干。機械通してるからかな。前の方がね、多分ね、直接コメント読んでたから。眠たくないの。まだ大丈夫。ごめん、あとどれくらいできる？あと回すだけです。ごめんね、トマトを噛むのも超時間かかってた。今日スタートも遅かったね、ごめんね。OK、お待たせいたしました。お待たせいたしました。なりました。これでまだやってたんだ。ごめんね、かなちゃん遅くなっちゃいました。あ、かなちゃん今来たのか。それではミキシング、ミキシングしていきましょう。ミキシング、ミキシング、あれ、ミキサー。みんな明日朝、夜早いのにさ、みんな付き合わせちゃって申し訳ない。もっと簡単にできるやつにすればよかったね。コンセントを届け奇跡じゃなくて美しくなくて生きがいいですよ。さあ、それではミキサーで回していきましょう。一回きれいに、ごめんねじゃないよ、ありがとう。ミキサーをきれいにします。 OK、 それではお野菜入れましょう。ガスパチョを作ってます。オリーブオイルはこう回すぐらい、回るぐらいまで入れましょう。トマトが崩れると水分が出るからね、それで回るんだけど、先にお野菜入れちゃダメだ。こんな感じ、パン入れます。
パン？パンってなんか思ったこと言っちゃうけど、そう本当はフランスパンとか入れるんですけど、パンを入れます。パン、今日は金の食パン、どれぐらいだろう、4分の1も入れない、3分の1、5分の1ぐらい、パンを入れます。パンそんなにいらない、耳一かけ分ぐらいでいい。コウくん、ユウさんから、マリエさんからスパチャで、ありがとう、アチポイ教えてくれて。マリエさん、コウくんこんばんは、エイペン見たよ、コウくん疲れてるんだから夜配信、ありがとう。無理しないね。マリエさん、ありがとうございます。マリエさん、ユウ、あ、いた。マリエちゃん、ありがとう、朝ごめんね。またまたしてて。そしてユウちゃん。ゆうちゃん、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 そう、あのね、なぜかというとパンを入れることになって、おう、かなちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃんかなちゃん、ゆうちゃん、かなちゃん、やっほっほーい今来ました、遅くなりました。生放送やってることは知ってたよ、お風呂入ってからにしようって思って、こうくんガスパチョって、なんざんしょうって、もう富山弁じゃん、え、富山弁だろ、なんざんしょうって言うよね、富山だけ。眠くなったら寝落ちしてしまうかもだけど、コウくんの顔見れて、起きて、コウくん、月、ありがとうございます。かなちゃん、かなちゃん久しぶりね、くまちゃんだよ。かなちゃん、ゆうさん、ゆうさん、これですね。飲んでいきましょう。アルコール。色がかわいい。そう。フランスパン水に浸して入れてもいい。うん、もちろんもちろん。本当はフランスパンでやりますから。僕はフランスパンがなかった今日。皆さんはお家にあるパンで作ってます。これをするとしっかりとつながりますんで。つながるっていうのは、あの水っぽくならない。うん。美味しい。最初にトマト入れようね、みんな。僕みたいに先に野菜入れたら失敗するから、合わんないから、いいか、入るよ。で、お野菜入れます。で、先ほどしたこの塩で、野菜の塩でね、全然味付けは大丈夫です。この一手間が大事なの。色がガスパチョだ。南山椒。私の今、嘘。関東も使う？あ、そうなんだ。ガスパチョです。ブレンダーでも一緒。ブレンダーだとね、ちょっとね、粗さが残る可能性がある。どうだろう。
やってみて。で、こします。押すとすごい滑らかになるから。ガスパチョ作ってみたいけど、お店で食べたことない、食べたことないから作っても正解がわからないだろうな。このレシピで作ると大体こんな味です。ブンブンチョッパーブンブンチョッパーも荒いかな。ミキサーが一番細かいからね。ブレンダー順番的にミキサー、ロボクープ、フードプロセッサー、ミキサー、フードプロセッサー、ブレンダー、ブンブンチョッパーかな。ブンブンチョッパーはね、ちょっとね、弱いかもしれないかな。あら、かなちゃん、こうくんから久しぶりのくまちゃん、ごめん、怒ってる。胸筋痛なりそう。今日のではなんないかな、多分。さあ、こういう風にこしていきます。するとね、種だけが残ります。ほぼみんな見えてる？見えてるかな。あれがミキサーが邪魔に見える。ほら、こういう風にね、種だけが残ります。こうちゃん来たよ。たかおさん、ありがとうございます。今日はガスパチョ作ってます。パンは残んないよ。パンは溶けるから。パンは溶けてね、あのソースになります。残るとしたら、セロリの、あのセロリの何繊維と、なんかキュウリの皮とか、そっち系ですかね。これがね、本当に好きなんだよね、僕。何が美味しいんだろうね、これは。トマトの感じと野菜の香りとかがいいんだろうね、なんか。フレッシュな感じ。パンにも合うし、あとね、僕がおすすめなのは、あの、カマンベールチーズ。じゃない、ごめん、嘘。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズとすごい相性がいい。モッツァレラチーズを上にポンポンポンって浮かしてあげても可愛いし、相性がいいです、すごく。あとフルーツとも相性がいいですね。桃とかパインとかとも、やっぱ同じような甘みがあるからかな。裏ごし買わないと。アリンコさん、そう、あ、100均ですよ、これ。これ100均のふるいでやってます、僕。超安いふるい。サラサラスープなんだね。そうそう、サラサラスープです。でも、サラサラって言ってもね、結構トロッとしてます。後で見せるけど。料理中にごめんね、AUPMマーケット見たんだけど、スマートウォッチ、電話もできるんだよね。手を口元に持っていかないとダメな感じ。電話の相手の声を、電話がわかんない。ごめんなさい、ソラさん。ごめんね、適当なこと言えないんだよね。そう、電話ね、できるって書いてあったんだけど、どれぐらい近づけるかがやってないからわかんないな。ごめんね。ガスパチョとフルーツ、あ、います、あります。ガスパチョとトマト、ガスパチョとイチゴとか、ガスパチョと、桃とか、うん、合うんですよ。ちょっと塩みつ効いてるのが、なんかね、トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ。そうそう、そんな感じ、そんな感じ、本当に。これにちょっとね、本当はね、パセリの香りとか、あのバジルの香りとかをね、足してあげてます。今日はね、その代わりにミント入れてました。ミントのこのフレッシュな感じ、爽やかな感じを足してあげることによって美味しくなります。こうちゃん、イヤホン買ったよ。あ、タコさん、ありがとうございます。イヤホンあれか、めっちゃ良かったよね。でもね、僕まだ使ってないんだよね、あれ。そう、いや、あの、わたちゃんも使っててすごい良さそうだったから、いいな。チーズは入れたことなかった。モッツァレラ入れてみよう。あ、これだから混ぜちゃダメだよ。混ぜちゃちょっとね、違うけど、混ぜたらね、塊になっちゃう。
ごめんごめん、謝らせちゃって申し訳なくなっちゃって、全然申し訳なくて、気にしないで。ごめんね、全然気にしなくていいからね。フォーク、前髪伸ばし最高だね。スイカも合う。あ、絶対合う。スイカ美味しそう。てかね、キュウリとスイカがね、似てる。香りが。そう。キュウリのところとスイカの緑のところが似てるから。あり。この機械欲しい。これマネージャーから。じゃなくて、そう、マネージャーからかな。そう。もらった。僕好きやった教科は何ですか？僕の好き美術と技術と体育。買ったの僕にイヤホン買ってないね。売り系は合う。あ、売り系は合う。確かにデコ出しより前髪殺しが好きなんです。あー、なるほどね。コウくん前髪重ためやから、アメちゃん入ってそう。アメちゃん入ってないよ、こっから。はい、アメちゃんって。そう、体育好きですよ。保健体育だね。なんでさ、3年生ぐらいからさ、小学校3年生ぐらいから保健体育だ。ただの体育、もともと全部保健体育か。わかんない。美術だから絵が上手いのか。そうなのかな。でも昔からね、絵は好きだったんだよね。なんかよく賞状とかもらってた。まあ、賞状もらう理由がおじいちゃんからお小遣いをもらえるから。そのために必死で絵描いてた。おじいちゃんからお小遣いもらうために必死で賞取る努力してる。人って何か目標があるとさ、頑張れるんだよね、きっと。今料理で人を幸せにしたいとかね、俳優のお仕事でね、感動させたいって思ってるとね、頑張れると同じで、あの頃はね、僕はね、おじいちゃんを喜ばせたい、でお小遣いを欲しい。絵は苦手です。何を作ってるんですか？今日はガスパチョ作ってる。ガスパチョ。すごい、こんな時間になっちゃったらごめんね。もうそろそろ終わるから安心して。私は絵心ないです。あ、そうなの？のっこさんないの？絵はね、勉強すれば、練習すれば誰だって描けるから。絵が上手くないとキャラクターオムレツ作れないよね。あー、そうなのかな。でも絵と粘土は別じゃないかな。いや、わかんない、ごめん、その辺ちょっとわかんない。いた周りに。あ、でもね、模写って時間かければ誰でもできるんですよ、多分。時間さえかければね。コウ君苦手なこといっぱいあるよ、そんなの。裏ごしき反対に使うの何か意味あるの？こぼれないように、こぼれないようにしてるね、これで。ひっくり返すとこぼれちゃうじゃん。そう。でも例えばバジルのピューレ作るときとか、細かくこしたいとき、芋とか水分がないときはこれをひっくり返してギュッて潰す。そしたら汁気がないからね、より力がかかる、加わりやすい。ネギマルさん、インスタだと音楽聞こえなかった。そう、インスタはね、今日ここ曲聞こえないです。 R5945 さん、こんばんは、来てくれてありがとう。ソラさん、終わらなくていいよ、ありがとうございます。ハロー、ミスターサンシャイン、センキュー。ハスカファンキュー、センキュー。バイバイ、ありがとう。 R5 さん、休みだな。だからうるがい。そう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 。なるほど。お、めっちゃいい香りするトマトの。幸せな匂いがする。
トマト嫌いにはねちょっときついかもしれないけどね。私、絵画より図工の方が好きだった。でも今仕事で絵描いて。あ、そうなんだ。古式ダイソーに見てくる百均、あの古式っていう感じじゃなくて普通なんか古いとかで入ってるかもしれない、ね、古いダイソそうか、反対だよ。反対したらダラダラこぼすとか。そうそう、明日のための下ごしらえですか。マルさん、今日はね、あのガスパチョっていうねスペイン料理のスープですね。これがもう完成なんですよ。めちゃめちゃシンプル。トロトロしてきた。トロトロしてますよ。あのそのトロトロはあの野菜のその繊維とかのトロトロとやっぱり油とかを入れてるんで、それがつながるように口の中で一体化するようにあのパンを入れてます。パンは本当にね2切れぐらい大丈夫かな。4分の1もいらないね。耳1本ちょっとぐらい。コウ君カメラに近づいてこっち今照明ついてるからね。パンが入ってるの想像できない。食べてみたい。ひいこさん、ぜひ作ってみてください。本当にレシピもね、あのこれ終わったらアーカイブ上げときますんで。じゃあ待って、こんな時間だ。もうこんなに時間かかると思ってなかったよ。もうこんな時間になっちゃった。明日も9時から配信やりますんで、もし皆さん起きてたら遊びに来てください。皆さん行ってらっしゃい配信なので、そんなに明日大丈夫ね。明日の予定大丈夫。明日の予定は大丈夫ですね。ちょっと怖いからな、今日みたいなミスが。寝る前にもう一回確認しよう。オッケー。この数だけが残るんで、そしたら綺麗に洗って。このね、裏。この裏がね、美味しいのが残ってるんで、裏を外します。さてさてさて、完成しました。ガスパチョ。これ冷やしたら美味しくなるから、すっごい。あと、今日より明日の方が美味しい。オッケー。で、例えば、ガラスの皿はないかな。私のお皿はこれいいか。ガラスの皿かわいいね。トロッとしてるよ。いいね、綺麗。こういう感じですか、スパチョ。で、上からオリーブオイルをこう垂らしてあげるとオリーブの香りもついて美味しくなります。下皿欲しいね。下皿こんな感じ。わ、めっちゃいい香りする。美味しい。やっぱりこの玉欲しい。本当？この玉はね、あそこに売ってますよ。なんだっけ、かっぱ橋に売ってます。かっぱ橋。はい、これで完成です。じゃーん。あ、ミントを添えてあげるといいじゃない。小さいミント。いい感じです。
完成しました。わー、美味しそう。カクテルグラスとかがいいよね。こんなのうちにないっち。これでポンって感じで出てきます。レストランだと。もっとおしゃれなお皿だけど、こんな、なんかあの、100均のグラスみたいな感じじゃないです。100均のグラスだからね。100均のグラスだからあれなんだけど。あ、そうだ、カメラがないんだ今日。あ、あった。 iPhone か。 iPhone で撮ろう。お、撮れる。離れてください。どういう、どうやっておしゃれ。なんか、めちゃくちゃなんだけど、これ空港内とかなんだよ。いいね、いいよ、頑張れ。オーケー。どんな写真の出来栄えは後で楽しみにしてください。なんか面白かったじゃん、やってた。オーケー、いいでしょう。さあ、というわけでと、はい、エンディングですね。本日の配信ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さん、iPhone 買いたいんや。そう、 iPhone 買いました。12に買いました。もうね、僕ね、なんか乗り換えプランみたいなの入ってたの知らなくて、もう4年ぐらい、3年近く iPhone 使ってて、もったいないことをしてしまった。スパチ呼んでおいて。カオリン、あ、カナさん、カナさん、おコウくん、クマちゃんって言って怒ってないよ。むしろ嬉しみ。そろそろ眠い。おやすみ。夢に出てきて。ありがとうございます、カナちゃん。ありがとうございます。Thank you。 今日も配信ご視聴ありがとうございます。ユウさん、スパチャ。お、これあれかな、カナちゃんのスパチャなんだよな。カナちゃん、ありがとうございます。クマちゃん。もう、カナちゃん、クマちゃんだから。よく間違えるから。エンディング曲です、これ。エンディング曲。どうですか？写真を撮ってる。難しいな。難しいんですよね。今回 iPhone ケース大丈夫だった？なんだっけな。ボロボロ iPhone ケース買ってるからな。眠た。おやすみ。おやすみなさーい。こんな時間まで配信ご視聴ありがとうございました。ちょっと待って、最後。味見。うまい。これ冷えたらもっと美味しいんだろう。トマトの甘みとね、野菜たちの爽やかな感じがマッチ。またいいっすね、これ。めっちゃマッチしてます。冷やすともっと、なんだろうな、キレのある爽やかなスープになって、もうちょっと明日になると美味しくなるんです。それではまた次回の配信、明日の9時に、お会いしましょう。何かな、ちょっと、最後だけ。何の曲？これ何の曲かな？食べました。ごめんなさい。美味しいですよ。いや、甘いトマト使うといいよね。多分ね、結構甘さがないなと思って寂しいと思った時は、蜂蜜入れてください。安いトマトで作るとね、どうしても酸っぱくて、微妙だなって感じになっちゃうんですよ。なんで、もし、甘さが足りないなと思ったら、砂糖より、蜂蜜の方がなんかね、まとまります。はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。朝起きるそう、全然大丈夫です。エンディング初、お、めぐみさんありがとうって言ってくれて、今日はエンディング曲付きでございます。初エンディングなんですよ。さあ、使います。明日9時行けます。はい、もし変更だったら LINE しますけど、あ、LINE じゃない、つぶやきますけど。ミントうまっ、絶品だ。ミントやっぱミント合うよ、これ。ミント入れた方がいい。おやすみ、ありがとうございました。もうお風呂入りました。お風呂入りましたよ。インスタグラムの皆さん、
最後までご視聴ありがとうございました。よかったね、YouTube の KOH クッキング Please Subscribe よろしくお願いします。こちらですね直接 LINE みんな LINE 知らんからだろ、こちら KOH クッキングで YouTube、検索してくれすく検索してみてください口が回んないゆきちゃんありがとう。それではまたお会いしましょう。バスミー。オッケー。よいしょ。よいしょ。はい、というわけで、お、ゆきさん、最後にスパチャありがとうございます。ゆっくりゆっくりね。ありがとう。せいこさん、CM 出演おめでとう。ありがとうございます。せいこさんとゆきさんね。オッケー。せいこちゃん、ゆきちゃん。ありがとうございます。よっしゃ、明日絶対、明日絶対チーパーを、なんだっけ、ジーパイ作るからね。コウくん、公式 LINE 作って、そんなのあんの？作り方わかんない。かずみさん、明日は途中で、全然大丈夫ですよ。本当に、皆さんをいってらっしゃいする配信なので、もう好きな時に向けてもらって、全然大丈夫なんです。本当に。だから気にせずに。楽しんでて、もう一日の楽しむ何かきっかけになればなと思っておりますので、時間がある方、もしくはちょっと一押ししてほしい方、スパチャさん使いそう。あれ？ありがとうございます。ゆきさん、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 ありがとうございます。ちょっと、ダージーパイと、何が何か分かってないんだよね。とりあえずなんかね、唐揚げのでっかいやつを作りたいなと思ってますので、皆さん、時間あったら作ってみてください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみー。